絶対結婚しような。急な告白でさ、私びっくりしちゃったよ今日。メリーだと思ってメリーメリーメリーって言っちゃった。暑い、ちょっと待って、エアコンつけてくる。あちちちちち、よいしょよいしょ。え、マジで本当にさ、めっちゃさ、びっくりした。たかしがめっちゃ、ジュナポニーテール、めっちゃ可愛い、マジで可愛い、やばいよ、可愛いよ、で可愛いよ、連呼する、あの子は。あ、もう嬉しくて嬉しくて、もう顔真っ赤っか。え、そんなこと言わんでよ、照れるやんけ、やめてよ。たかしとそういうやり取りをしてました。あー、かわいい、ありがとう。レタスそろそろ食べれるねと思うじゃん、私2週間放置したんだよ。だから1匹 しか生き残ってないの。もう私多分ね、こういうのダメなタイプだわやっぱり。あとさ見て、昨日作った肉じゃがなんだけどさ、めっちゃしみしみで、ほらめっちゃ色変わってんの。あとは今日はスープ代わりにうどんにしました。あとはいつも通り野菜ですね。まあしばらく肉じゃが生活は続くということで、このしみしみのじゃがいも食べます。でもね、お肉めっちゃ柔らかい、美味しい、味しみて旨味アップ、絶対そうだよね。でも今日ぐらいにタッパに移動しなきゃ。ほら髪切ったよ、見て、短くなったと思わない？あと量めっちゃすいたから、めっちゃ細いの髪。食べます、お腹すいた。今日こそダイエットしようとか思ってたのに。全然だわ。うわー、結婚して、ありがとう。え、今何人にさ結婚申し込んでんの？今日さめっちゃあの T シャツよかったよね、絶対結婚みたいなね。ん、普段ポニーテール見れないか、確かにポニーテールしました。でもさ、ハーフアップからだからめっちゃ綺麗なの、わかる？ちょっとここ引っ張られてて、ちょっとなんか、ね、薄く見えちゃうかもだけど、まあその辺はほっといてということで、まあお気になさらず。うん、肉ちょっと硬くなってる、多分あれだよね、噛む繊維の部分の問題だよね。めっちゃ柔らかい。うん、そうだよ、ハーフアップからのポニーテールからのお団子できる。なに、歌ってる猫かわいい、ありがとう。私見えてますか？見えてるよ。もう会いたくなったんでしょ、嫁にしたくなったんでしょ。ちゃんと見てるよ。今日は料理してないの？今日はしてないよ。これお団子もできちゃう。毎日しませんよ、みんなだって毎日になるでしょ、一人暮らしとかだったら。だってさ、一回いっぱい作ったらさね、あらさ、モバメのボブ可愛かった。え、あ、めっちゃびっくりした、顔洗うときにちょっと縛って、ゆるく縛ったらボンってなって、え、ボブにしたらこんな顔なんじゃんと思って。コメント読まれないのでおやすみなさい。読んだよ、読んだじゃん。寝ないで。今日何食べてるの？肉じゃが、昨日作ったやつだよ。あ、ほら見て、今日たかしのオーダーで、こう見て、この下下げ目のアイライン引きました。いつもはめっちゃパーンって上がってんだけど、今日は垂れ目です。どう、優しく見える？かわいい、ありがとう。うん、このしみしみの肉じゃがには白いご飯を入れたくなっちゃう。
でもないんだよね。サーモン美味しそう。どういうこと？サーモン？サーモン食べてないよ。人参じゃない？ほら、うどんで。目がなくなる感じが可愛い。え、なくなってた？あ、こういうこと？そう、笑ったらね、ここが上がるからこうなるのね。見て可愛いでしょ、クマちゃん。お前座お疲れ様、ありがとう。拗ねてもいいですか？なんで、なんで拗ねるの？見てるのにコメントちゃんと。食べるの遅すぎてさ、うどん柔らかい、めっちゃ柔らかい。柔らかすぎる。今日も可愛かったよね。今日いっぱい可愛いって言ってくれてありがとう。照れちゃった。こんばんは、こんばんは。うん。ヘギそば食べてる？いいな、そば。私うどん。柔らかくなりすぎたうどん食べてます。おいしいよ。え、みんな吸う音嫌でしょ。だからさ、だからさ、めっちゃ吸わないように一生懸命食べてんだけど。どう？吸ってもいい？眩しい、顔に光が。ね、4人でヘギそば食べながら配信見てんの？すすれる子？すすれるよ、すすれるよ。最近すすってないけど、いけると思う。暑いからな。ほら、わかる？湯気出てるの。暑いからちょっとすったら怖いかも。うん、やっぱ美味しいね、うどんは。うん、あ、おつゆ代わりです。ちなも来る？へぎそば、え、来た。 え、一緒にいんの？わあ、バラありがとう。ヘビーリングライト使ったじゃん。確かに。いや、今日ちゃんとメイクしてっから。メイクしてない朝とかだったらさ、肌の見せたくないところが見えちゃうからあれだけど、今日は大丈夫だよ。うどん細すぎて巻きつけるしかできない。おいしい。なんか一つのもの食べたら一つのものに集中しちゃう。かわいい、ありがとう。かわいい、いっぱいね。楽しいでしょうか？あ、かわいい、いっぱい。ありがとう。へぎそばおいしいよね、食べたい。じゅっちゃんかわいい、ありがとう。じゅな愛してるよ。やだ、ありがとう、嬉しい。私もより焼きうどんにしよっと。今から？そっか、まだ8時か。うん、わかる？この今日の目の綺麗さ。じゅっちゃん暑いよ。暑いね。今日受付さしてたらみんな汗かいてたから、外暑かったのって聞いて、いつ梅雨くんのかねって言ってた。でもさ、一応今日からみたいになってたから、明日雨降りそうじゃない？どうだっけ。私の見た天気予報と私の見た目が合ってれば明日雨降るんだけど、新潟どうなんですか？さすがに今日のアイライン短めか。いや、たかしのオーダーなんだよな、これ。たかしが今日は、たかしの言われた通りにメイクしました。発泡した音聞こえた今。気のせい。
え、花火の音？何の音今？ゆるくんありがとうございました。ありがとう。探しちゃったにじゅっちゃんなってた。何？何の音？何の音だろう。ヘリヨル会えて嬉しかった。めっちゃ嬉しかった。こんばんは。そう。え、ど、何の写真載ってたの？何の写真写ってたの？ツーエス？なんだそれは。ロケット花火的な。ねえ、ドレッシングかけすぎたみたい。やばくない？めっちゃしょっからい。食べるけど。今ビッグスワンにいます。あら、何をしているの？試合？そうなの、使ってんの。見てこれ、ドレッシング飲めちゃうよ。やばくない？今日食感あるばっかり、体に悪い。うん、試合ね。このね、肉じゃがもね、2日間しみしみだからめっちゃしょっからいの。でもさ、このうどんもさ、そのお湯入れて作るやつだからめっちゃしょっからい。あ、でもそんなことないかな、まだ優しいわ味。ね、塩分に気をつけんのね。本当にそうだと思う。本当にマジで、マジでそう。ね、見て、巻きが取れてる。ジュナが好きすぎて胸が苦しい。大丈夫か？大丈夫か？次の前座まだ発表されてないけど、いるかな私。どうでしょう、会えたらいいね。テーマの人は濃い味が好き。うん、でも私いつもそんなだよ。卵かけご飯とかみんなさ、こうでなんていうの、醤油かけるけど、私パチョンパチョンなの。みんなどんぐらいかける？うん、そう、昔からてか昔から卵かけってそのぐらいだと思い込んでたから。そう、だからね、人の前でかけたら少なくないって言われる。それもう卵の味じゃんみたいな言われることがある。私不思議なんだけどさ、なんでさ、生卵で食べたのとゆで卵にして食べるのって味が違うの？結構不思議。いや、卵の味って確かに、いやダメかもじゃん。ふう、今日さ、カラオケ配信しようかと思って食べ終わったらね。俺のジュナ、そうそうなの、今日すごかった。みんなの力のおかげだ。めっちゃ夜が一番すごかったかもしれない。昼も良かった。なんか本当に本当にびっくりするぐらい、本当に私の求めてた声がどんどん聞こえてくるようになって、嬉しいですね。はい。
じゃあ新しいアイスあるからな、今日サーティワンもあるから。本気出して叫びました。求めていた。そう、私がそうずっとだって本当に最初の方のさ、初めて立ったさ前座とかさ、私のペンライトの色なんて3人とかだったな。私の初の前座をね見に、それだけの、そう私の前座を見に来てくれた方もいるんですけど、本当に感動です。本当にありがたいことです。ゆくばりフェス買った？買ってない。たまには褒めて。何？どうやって褒めんの？私褒め方わかんない。うん、本当になんか前座をするたびにやっぱ お出迎えとかの力もあるのかなって思った。そう、あんまりね私の色がない日だってあったんだけど、そうでも最近は絶対いるから本当にありがたいなって思って前座してる。だんだん増えてる増えてる増えてる。ちっちゃな歯がどんどん、ちょっと本当にそうだと思う。でもね本当に配信とかも毎日することによって、そうそれって大事なんだなって思ったけど、まあこれからねできない日もあると思うから、うん、途切れても仕方ないんだけど、夜公演の見送り前、うん、たまたまじゃなくてちゃんと見ててくれたのずっとありがとう。絶対愛だと思う。なに？ちっちゃんこんばんは。今日もかわいい、ありがとう。ショールームを見てくれる人がファンになってくれるから本当にそうだと思った。それもそう、ずっと夜だけじゃなくて朝とかだけじゃなくて本当に夕方5時とかにもしてるから、なんて言うんだろう、私のこと見たことなかった人も見てくれるから、毎回時間をたまに変えるのもすごいいいことだなって思いました。気づいた人いた？な、うん？どういうこと？こちらが可愛いっす。くて見とれてたんよ。ああ。で今鼻の中見えた。ね。ちっか。私鼻の中綺麗やから。ここ今日も麦茶ですね。フォロワーさんもそう、めっちゃ急に増えたの。そうだって昨日で1500人で、で配信終わって見たらもう何十人も増えてて、そう20人ぐらい増えてたのか。感動だよね。そうなの？そうなの？私の材料振ってくれてたの？すごっ！見たかった、それは。それは見たすぎたぞ。見たかったな。ありがとう。ずっちゃんかわいい、ありがとう。遊びに来たよ。ずっちゃんの時代は来た。それはどうかな？それは。なんか理解できた気がする。そういうことね。
そのイメージカラー的な。私さ富山のさそのバスケを何回か見に行ったことがあって、グラウジーズっていうとこなんだけど見たことがあって、その時去年の5月ぐらいだったかな、5月ぐらいに新潟のあるのチームが来てて、それを見に行った。もう富山と新潟って最強じゃんって思って見に行ってた。ちゅっちゃんのグラビア見るまで応援するしか。え、何、グラビアしたらもう応援してくれないの？お、見たことありますわ、グラウジーズね。あれ、そう、何回か行ってた。なんかね、雰囲気が楽しいよね。富山と新潟、まずはグラビアからいつできるかないつできるかな、絶対写真集出してほしいね。え、出したい まあね、テーマはね、うん、まあ頑張るね、応援をね、ね、うん、頑張るって感じでね、応援しましょう。面積大きい服着てね。面積大きい服着てね。脱がないよ私。まだその予定はないですよ。アクストケース可愛かった、めっちゃ可愛かった、めっちゃいいやつ買ってんじゃんと思って見てたよ。私口に出したよね。昇格もそうだよ、グラビアの前にまずは公演だよ。いつ出れるかな私。いつ出れるかな、本当にね、いつ出れるかなって感じなんですけど、出れる日があったらよろしくお願いします。プレゼント始まったら同じ送ったけど、やったー、ありがとう。グラビアと聞いて駆けつけました。やだ本当に、みんな本当にもうそっちの頭なんでしょ。違う。私がそういうこと。本当にも君愛してるよ、ありがとう。私が大人になったらね。そりゃそうよ、そうだよな、確かにな、確かにな。口からお茶ピュッて出ちゃった、ピュッて。本当にみんな本当にもう。はあ、面白い。まあ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 、いつかだね、いつかですね、はい、いつかですね。あ、私、うん、まあ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 、グラビアするときはね、やっぱね、あの自分がしたかったとしてもね、やっぱ親の反対とかもあるかもだからね。グラビアのない服だけの、どういうこと？脱いでないってこと？あの今日の、え、さっき食べてたじゃん、食べてたじゃん。うどんと肉じゃがだよ。ちっちゃんのお父さんお母さん、グラビアお願いします。ダメだって。ダメだって、わかんないけど、まあまあその時のさ声がかかんないとわかんないんじゃない。私はまあまあ別にって感じなんですけどね。はい、へぎそば食べて鏡見てなかった、すま。へぎそばね、待って、へぎそば、え、そのメンツで言ってんの？
え、一人で食べてる？だ、ダメなの？わかんない。そもそも私のこれに、この体型に声がかかるかが問題じゃないかね、本当に。でもね、本当に私ね、雑誌とかに載るの夢だから。そう、そうなの。そう、ヘゲソバメンバー、そうそう、私雑誌に、そう、モデルも一個の夢として持ってたから。そう、だからね、本当にいつか雑誌になりたい、私は。まあその時はもう写真写りとかの問題もあると思うんですけど、本当に。でもあー、いいね、その雑誌いいね、やりたいね。雑誌に戻りたい、ランウェイも歩きたい、劇場にも立ちたい。欲張りな夢ですいません。もう本当にマジでそう思ってる。あのね、ランウェイもいいね。でしょ、メリーちゃんと富山ペアグラビアとか、あー、いいかも。確かに夢がいっぱいね。ペアグラビア、ありがとう。そうなんだよ、4期でできたらいいね、4期全員で全然違うよね本当にやばい。俺と3人で、3人で待って、想像してみてじゃあ本当にもう、あ、いや声の本当に、本当にやだ、みんな本当に一番だ話変えよ、マジで、マジでやだみんな意地悪ですわ。誰だいね、グラビアの話を持ってきたのは本当に師匠がすいませんどこ行った、アイスと言ってた。いや、帰ってくる途中に食べてたから、ちょっと見せられないぐらい、ちょっとあの食べかけのアイスなんで見せませんけどあの31のクッキー&クリームかな、これです。すいません、僕です、知ってます、覚えてますうん、確かにね、か高校卒業すればできるからね。まあでも48はあれなんじゃなかった、 NGT はなのか分かんないけどさ、昇格しなきゃみたいな、ね、分かんないけど。昨日の残りじゃなくて今日これ食べたい気分なのこれからアルビ仲間と焼肉行ってきます。あら、行ってらっしゃい、うん、食べきよ。うん、そんな気がする。じゃああれだね、私が今年もしプール行ってさ、ね、研究生でも私、そう、なんか雑誌のグラビアとかはできるけど、グラビアっていうさ、脱がない方のグラビアっていうのそう、一人で服をちゃんと服を着て撮るのであれば多分できるんじゃないかなって思うけど、脱ぐのは分かんない。ちょ、まだヘグゾー待ってるよあ
あ、楽しみにしてます。そうね、いつかできたらいいよね。私のボディに皆さんが満足かいくかは知りませんけど、逆に言うときのねえ、そんなみんなさ、ちょっと痛いとこつかないで。ちなまだヘギソバ、そう、ヘギソバメンバーはで SS はわかるよ、 T もわかるよ、 R もわかるよ。あ、オッケーオッケー、そのメンツね、了解。そう、そば伸びるよ、うん、いっぱい伸ばして待っといて。全把握してるよ私、うん、でもね今日ね、その4人の中のイニシャルの一人が早口で言ってた。で私ちょっとどうすしてて、そば、ね、今日ね、お渡し会もやりたい、ね、富山のさパボールとかにサイン置きたい。ちょっとみんなあの富山民言っといて、パボールにNGT のメンバー富山から2人いるよって言っといて。ハボールにサイン置きたいから。脱ぎすぎてびっくりした、高校卒業してるからかな。ん？研究生で、ね、そうなの？じゃあ大丈夫なのかもしれないね。うん、青春の時の時懐かしいね。そう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 、鼻にアイス、あーもうつける量残ってなかった。富山最高ね、富山の観光大使になってほしい。え、マジでさ、富山のね、あの富山の滝見てそうめん食べに行こう、みんなで。メンバーのその一人はリアコ、うん、いや一人じゃないかもじゃん。ブックスの中のどこの、テーマナナソメ食べに来て、先に撃たれててもいいよ、私が撃たれてるとこ見て笑っててあげる。うん、テーマの人です。テーマ仕事してほしいけど、かぶった時の確かに今年出るのかね。あ、神市のそうめん、誰も俺も食べたくない、じゃあ食べに行ってこい。リアコをリアルコメントって言ってる方やな。ちょっと待って、え、4人の何さん。腹抱えてます、そうめん。いやー笑うよマジで、みんなさ、みんなさ滝に打たれてるの想像したらめっちゃ今でも笑える。もう最低だね私。許して、みんなから見て私はどっちだと思う。夏場、せめて夏場でお願いします。いやそこは冬だろ、そこは冬だろ。気に打たれて DD 修行してます。そっちリアクじゃ、え、リアルに恋ってことでしょ、リアルに恋でしょ、リアコって。じっちゃまとです。そうかもしれない。え、リアルに恋。
もちろんじゅっちゃんも一緒にやるよね。いいえ、私はやりません。水が嫌いなのでやりません。こんばんは。ゆさゆさんはマガでリアルをリアルコメントだ。ちゃんと教えてあげて。教えてあげて。お茶もこんだけしかないよ。振っちゃった、間違えた、振っちゃったあってこいにしょ。ほらガチ恋っていうか、あ、確かにガチ恋もありだね。うん、そんな感じ。リアコもガチ恋も、うん、一緒。私にあなたはみんなにか。あ、こんばんは。え、これさ、アバターってさ、今日名札つけてた？違う？違うか。そうだよね、同じアバターいるよね。みんなにガチ恋とは。え、振っちゃったの、振っちゃった。あの時にアイドルいたかな。え、みんなさ、滝にさ打たれてきてつけてたよ。あーってる、私褒めさ言ったよね、なんかね。リアルコってリアルコメントって意味？いいえ、違います。それを真顔で言うのはさ面白いね。でもさ、そこと仲良かったんだ。ちょっと意外とか言っちゃってごめん、想像つかなかった。どう、楽しいですかね。見て見て、みんな、お茶をさ間違えて振っちゃったからさ、今入れたんだけどコップに、ちょっといい感じに見えない？麦茶麦茶です、これ。こちらファミマの麦茶でございます。英語は受付してもらったけど、初めましてすぎて何も話せなかった。そう言ってくれたらよかったのに、初めてだよって。そしたら私がお話ししてた。萌えちゃうね、それな、ね、それに見えて今自分もやばい、誤解を生むかもって思った。安心して、安心して、麦茶昨日も飲んでたやつ。麦茶美味しいね。麦茶にはまりそうだよ、冷たければ。常温の麦茶はちょっとあれだけど。受付ありがとう。いいえいいえ、そう、麦茶です。敵に暴れてたやん、バレた。こそう、ちょっと間違えてさ、話に夢中になりすぎて振ってたの、こうやって。待って、泡がまだ泡立ってる。待って、楽しい、これちょっと入れようぜ。今日頭から離れない。私さ、カラオケ配信しようと思ってたけど、今悩んでる。え、思い出いっぱい公演のさ中からなんか選んでよ。確かに、え、振ったら泡はなるんだっけ。あとでなさそうじゃない、あるの、あとで。あれやりたいよね、蒸発したね。めっちゃ面白かった。ジッチの名前芸名って言われてね、芸名じゃないよ、本名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 だよ、本名本名、本名だよ。受付中に監視カメラにリストを送られていく。いや、途切れてたから誰も来てなかったから、うわーどうしよう、ちょっと、あ、防犯カメラってなった。わ、防犯カメラだ、じーって見つめて、防犯カメラと見つめ合いっこしてた。
ね、確かに分からなくもない。マジスカロックンロールね。ん、今なんて言った、私今変なこと言ったよね。変なこと言ってない。青臭いロック、ご飯カメラが羨ましい。今言った自分の言葉にめっちゃさ面白くなってきた。頭の中がさ、マジスカロックンロールって言ってて、そのまま言っちゃった言葉に。ハートした成分、あの別、うわどうするどうする、わちゃごな、ある、あるかな、マジにならなきゃ勝てないよ。うわそのセリフ言えるかな。そもそも最後まで歌えるか不安だな。前座であれしか見てないから多分アンハーフだよね、だから歌えるか分かんないな。それもそもそもそのセリフがタイミング合うか分かんないな。どうする、じゃあとりあえず僕の涙は流れない。あ、歌ったことなくない、確かに。やっぱりガードレール飛ぶ歌ってあんの。あるのかな。へぎそば食べてる中すいませんね、歌っちゃって。の鳴き声、おおおおほほほマジで本当にすいません、テンションどうかしてるね。ヘゲそばいいよね、行きたいよね、一緒に立つる今から。どうしよう、じゃあ決めた、じゃあ蒸発した水分、また蒸発した水分から始めるのもなんかさしんみりしてない。いや盛り上げていこう。あの別からの何にする、あの別、ちょっとあの別からの何にしよう、ちょっとみんな瀬戸り考えて、あの別、あの別、時間がねあと1時間あるから、あの別と何にする、あの別と、なんかちょっと空き缶リベンジみたいな口もあるかな。いやでも今日意外といっぱい喋ったからもあるかも。空き缶と青春だけ、と蒸発、泣きべそかくまで、え、あるんかな泣きべそとかも。ちょっと待ってね、あ、そっか、私が ここに自分の顔映ってないだけで、これ触ってる時顔映ってんのか。すげえ間抜けな顔してたね今。もう口開けてたよこうやって、映ってなかった、え、ないんじゃない、なさそう、わあいっぱい出てきてる、あんま入ってないかも、え、だよね、そうだよね、そう思った。前座曲もね、前座曲もやるの。心に太陽なかったはずだな。泣きべそもなかったな。
ジャンル別からやるか。じゃあちょっとお店屋さんにいる人すいませんね、私歌わせていただきますね。まあまあまあ、ご飯に集中してください。何度も見たことのある雨上がりの虹なのに、今日だけはなぜなの、いつもより鮮やかに見えるんだ。港いな街へ引越すなんて突然言い出すから、胸がキュンとして、君の存在に僕は気づいたんだ。あのさ、いや別に言葉にはできない I love you、 幼なじみがなんか恥ずかしい、どんな時できた僕が今になってどうすればいい、このままでさよならかな、今日もみんなさっそうにそってな、元気でな、生きてめられない、涙出そうだから。昔から思いつくよね、これもしと違うと笑ったけど、どんな願いするつもり、そして僕に言う、そっと微笑んで、いつか会いに来て。それってどういう意味？恥ずかしいこのタイミングだけど、この時逃せば答えの日々、どうするこのままさよならか、そうちょっと待って、言葉にはできない、 I love you、 だからいきなりキスしちゃいました、言葉にはできない、 I love you、 幼なじみなんか恥ずかしい、どんな時だって友達だと固い約束をしてきた僕ら、今になってどうすればいい、このままでさよならかな、今日もみんなさっそうにそってな、元気でな、ありがとうございます。ペンライトもいっぱい、本当もうね、いっぱいありがとうございます。あら、結婚してまでありがとう。あ
ありがとう。はい、次ちょっと時間がね、はい、あと1時間もないですよこんばんは。あ、聞かんね。まあ不安なちょっと部分はあるんですが、まあまあ歌ってみますか。じゃあちょっとぶっ通しでいきますねストンポン、アーメンドキャンアキパカパク夢も希望もいらねえ、ぬるい言葉はくだらねえ、学校なんか行っても未来教えなんだろう、何が正しいかなんてわけし笑顔で言うなよ、大人たちは神か、自分の胸に聞いてみろ、唾を吐き捨てるみたい、いつも睨んできた、反抗的だと殴られたって、生き方は変えられねえ。ちょっと待って、手飛ばすように触れるもの、当たり散らして、傷ついても傷つけても、ちょっと充電の問題でね20% 嘘を見逃せばいいんだ、優しくなれと言うけど、あんたたちは正直か、作り笑いだけやろう、金で手に入るものなんか何も欲しくねえよ、やりたいけど俺に値札をつけるな、空き缶を潰してやる、魂が生えてないなら空っぽで生きるよりも面倒なバンクでいいんじゃね、夜当たり上手に機嫌取りながら飼いならされたりしないよ、綺麗事なんか許さないよ、泥水飲んで暴れよ、くたばれ早かったかな、大丈夫、めっちゃ続けられたい。こんなちっぽけな人生、何をかっこつけてる、もうだいぶでも意味なんかね、偉そうなやつの演説なんか聞くもんか、充電でき途中で止まっちゃった。あー、イ
挑発ねえ、この泡っていつ消えんのすごい嫌だめっちゃ嫌だどういうことだ。ちょっとみんなさ1分ほど待っててもらってもいいですか。1分もかかんないかも。ちょ、まだ終わんの。あわわ、なんか喉に引っかかる感じする。ちょっと待っててもらっていい。すぐは戻ってこない。いや1分ももうかかんないからちょっと待ってて。どうこの口パクの時間ちょっと長かったよねわざと口パクうまかった。チュナは癒しだよ、ありがとう。おかえりさん、ただいまさん。はい、次ね、蒸発になってますね。頑張ります。あーあー、ゴクって聞こえた、もしかして。いけますね、頑張りますね頑張りますね、いけますねちょっと噛んだらごめんね。オッケーした。不安だけど、まあまあまあ、風が吹いて枝が揺れて日差しの滝が青い天空から音もなく落ちてくる。そっと瞳閉じればどこか遠い体へ意識だけが動いて旅が始まる。他の上で両手広げ一気に走り、ここで大地かって飛べるまで繰り返す。
がとうございました。ありがとうございました。途中ね、一曲一曲ね、毎回ね、本当に間違えるところあるんですけど、本当にすみません。ありがとうございます。あ、まつげに髪の毛が。あ。ね、急にここでさ、NGT じゃないけど急にさ、ちょっとめっちゃさ、曲調変えていい？ちょっと急に歌いたくなったのがある。これでみんな、その、暑さもぶっ飛ぶんじゃない？あ、ちなみに今の充電ね、ジュナなんですよ。あのね、本当にね、イヤホンつけてね、充電できたらいいんだけどね。まあ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 大渋滞渋滞渋滞ちょっと出会って恋をしてドライブしただけなのに横入り割り込みだとないブイブイブイ何しとされたって関係ないじゃないあちこち聞こえるクラクション負けにの遠吠えでしょそもそも恋とはサバイバル脱落したらそれまでよゲームオーバー固定速度と優越かやいやいやよりもウォーウォーウォースピード出さないでゆっくりとやいやいやよりもウォーウォーウォーサクッとこっちこっちこっち見てキスしてキスしてキスして勝ちなのにイエイイエイよりもウォーウォーウォーイエイイエイイエイよりもウォー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 待ってウォーウォーにさそのさ魚のって感じやめてもらっていいめっちゃ笑っちゃうんだけどじゃん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 じゃ
だかな。下がってない？え、だからたかしだって俺の嫁。ありがとう、ありがとう。いっぱい歌った気持ちなんだけど私あのちなみに今日4曲歌いました。はいうっちゃん今日パワーマン強かったよ。え、ありがとう。そう、今日お見送りで今日一番気になったって言ってくださる方がいてとてつもなく嬉しかった。はいはいはい、そんな感じです。はいあ、そういうこと、そういうことね。ロブが流行った、そういうこと。うわ、本当に面白かった。あ、俺の夢、ライバルが出てくるのかもよ。いつもファンファンジチに磨く。え、マジ嬉しい、ありがとうございます。すいません、鼻かきながらありがとうございますとかなんか言っちゃって法定速度大好きマン。え、よかった。てかカラオケなんだから後ろにメッシ点つけなきゃ。いや、このイルミネーションつけるときは君どこだからみんな知らない人もいるでしょ、知らない人もいるでしょ本当に面白いんだよね。やるやってもいいけどやる電気ね消さなきゃだけどやる。私はいいよ、やってもよいしょ。やるのやるの。1回目、1回目、2回目、3回目、4回目。やるの？じゃあ君の子やってマックスやって終わりにするか。よし、じゃあちょっとお待ちくださいね。あの初めましての方もおられると思うので、あのびっくりすると思うんですけど、あのびっくりしててください。はい、びっくりさせます。
てますね。すみませんね。まあ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 楽しくいきましょう。また立つし落ち着きよ。仕方ないじゃん。仕方ないじゃん。待ってってばクラブにしちゃうぞ。クラブだよ。嘘だよ。イルミネーションをつけたところでそうなんです。こちらはあのイベントのね、その雑誌のイベントの時だったかなね、これやってみんなで盛り上がったんだよパリピー、はい、パリピです、パリピです、はい、あの初めましての方すみません、本当に処はしないんですけどね私、はい、はい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 、これでね、はい、盛り上がりますんでね、楽しくいきましょうね、はい、あ、なんかちょっと裏が見えてる、裏が見えてる、裏が見えてる、どうしよう、裏が見えてる、裏見せたくない、こっち見せたい、久々すぎて恥ずかしいんだけど、なんかどうしよう、え、盛り上がるなと思うじゃん、まさかのだよね、なんかこれ汚えな、汚いな、ちょっと待って、だってこれやっぱこっちの方がいいよね。じゃあ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 いきますね。はいはい、これをつけたらの恒例なんですけど、まあ、まさかのやつなんでね。はい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 、これなんでさ、これがさ急に始まったんだっけ、このイルミネーションつけてこの歌うのって、なんでだっけね、なんでだっけね。そして見当たらないんだけど。あるよ、あるんだけど、私が落ち着けばいい話なんだけど、落ち着かないんだ今日、どうしたんだろうどうしたんだろう、なんか落ち着かない、あった、待って今から歌うけど4分ある、 13% なら途中で止まっても許して、うるさいじゃあ間が極めるな、みんながやって、さあ、マイクの音で出てきた。消えそうな君への愛しさだったけど、さ
暗い。あら、指輪みたいなのが届きました。ありがとうございます。決め顔ポンみたいな顔した。このあのね、こういうね、不気味な笑顔ね、こうみたいな。でこれの流れでそのプリクラコーナーっていうの、なんていうの、この富山駅とか、まあまあ JK 富山駅だけじゃないと思うんだけど、まあほらよくさあるじゃん、このなんか人をなんていうんだろう、全身舐め回すような顔で見るみたいな話になってた記憶がある。今の顔好き、それこれ待って、笑っちゃうんだけど、待ってね。これじゃないよね、なんか違うよね、さっきのが良かったんだよね。私の目力今日の美女どうですか？はい、もうね本当にね、もうそろそろね終わりの時間なんですけども、終わりの時間といえばもう1回目2回目3回目なのかなと思っています。どう思いますか？すげえ受付その顔で、絶対嫌です。こんばんは。パリピの光に照らされるリーフレタス、育てどんどん育て。これさ、45日から60日で食べれるみたいな書いてあるんだけど、もう全然、うん、全然もう40日ぐらい経ってる、気持ち的に経ってる。こっち側のだ、多分そうだった気がする。聞き顔こっちじゃないと思う、多分こっちだよね、多分私こっちだわ。何やってんの、何の練習してんの私。ごめんなさい、充電 10% です。モデルいける、マジモデルポーズが横向きすぎたら目がこうなって聞いたから、こんぐらい急な始まってる、いてててて、ワンフライングしちゃった。1回目今日はポニーだからお皿に合う。あ、マジやる。ちなみに充電 10% なんで、ちょっと薪で話さなきゃなんですけどね。やっちゃう、歌が終わっちゃう、終わってから喋るか、その方がいい。待って、じゃあマックスか、マックスか青春時計、どっちがいい、みんな決めてちょ。フライゲットくわひだしさぎガードレール、ガードレールみんなガードレール飛べます？今すぐ君にずっと終わりと言われる前に、君の気持ち今すぐ、ねえ、へぎそば組、へぎそば組、ぴょんと飛んで、へぎそば組はもうみんな解散したのかね、どうなんだろう。じゃあガードレールにするね、ガードレールが圧倒的みたいな感じなんで、へぎそば組解散したんかね、どうなんだね。まだいるよ。18
春の制服スカート揺らしガードレールをぴょんと飛んで君は軽量化走ってゆくよ風は後から追いかけていくよどうしてこんなに眩しいんだろうどうしてこんなに切ないんだろう僕はきっと恋をしている桜の日差しの通学路じゃあ男女読みしますね。いきまーす。13位ボン高久さんありがとうございます。12位シロさんありがとうございます。11位竹友さんありがとうございます。10位バカさんありがとうございます。9位ストーンさんありがとうございます。はっ、お男女変わったくないかこれ。どんね、ちょっと待ってね。13位、あら、まあかなり変わったわね。13位が竹友さん、12位ワンワンさんありがとうございます。11位バッカさんありがとうございます。10位アリニストさんありがとうございます。9位サキメキコバさんありがとうございます。8位オシオさんありがとうございます。7位夢の助さんで合ってますか、ありがとうございます。6位ストーンさんありがとうございます。5位ライトさんありがとうございます。4位ミッチーさんありがとうございます。3位パンダのテオさんありがとうございます。2位リョータさんありがとうございます。1位サカシューさんありがとうございます。みんなありがとうございます。ありがとう、ありがとう。え、じゃあ久々にスクショしちゃう、スクショタイムしちゃう。みんな載せてくれる、使
ってくれる？あのね、今日ね、びっくりしたの。あの、お出迎えでね、私のこんな顔の こんな顔の写真スクショをねホーム画にしてる人がいたの。笑っちゃったよね。本当にね、面白いわね。なんか可愛いポーズでもしましょうね。引っ張ると伸びる。え、そう。じゃあこれにする。ね、本当にでもありがたいことなの。これもね、一つの憧れだったから、私が。そうだってさ、自分のさ顔がさ、人のさ、なんていうの、ホーム画になってるって考えたらめっちゃ嬉しいじゃん。だから全然嫌じゃないから、皆さんもよかったらもうこの顔使ってください。え、ひどすぎなきゃいいよ。じゃあ、これしとく。やめてダメだって。髪の足の白目なの。あ、そうなのね。おじいちゃんの魅力に惹かれてく私がいる。え、何、嬉しいんだけど、嬉しいんだけど、ありがとうございます。来られたのでホームが変えました。なんで変えたの、なんで変えたの。私は嬉しいって言ったんだよ。私嬉しいって言ったんだよ。いいじゃないの。にょん。ブタ。おとなしく縮小写真。縮小、縮小だって、縮小。縮小。縮小だって、本当に本当にもう口回ってないわね、本当に。に、でも認知はされてない。これから認知するさ。何する？じゃあ今日の劇場の、今日カニの日なんだって。だからピースだったの、ダブルピース。はい、イエイ。こっちのピースってしにくいよね。パリピで行こうぜ。パリピ、今日パリピ。どうする？イエイ。カニカニチョキ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 。本当に暴走しすぎ今日。みんな落ち着こう、一旦落ち着こう、マジで。うん、自分が落ち着けって感じなんですけど、一旦落ち着こう。何する？これ、yeah. これでいいの？チャリできた。なんかいいのがあると思うので、それを使ってください。もう最悪事故がでも今日は許します。いや、残って友達に見られたら恥ずかしいぞ。じゃあみんなのなが見てベストだと思う写真を使ってください。痛かった肘ぶった。痛い。じゃあみんなありがとね。ジュンナイト。新しいポーズ見つかった。ありがとうございました。じゃあみんな今日もゆっくり。